おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上のワンポイントテクニックをお伝えしたいと思います。高野文夫の人間力大学からのプレゼンテーションになります。今日は4月は20日日曜日、曇りですがいい日ですね。いい日ですね。今日はですね、昨日に続いてこの本、忖度力、私が出したですね、私は作家でもありますので204冊目はこの本、紙の本ですね。205冊目の本はこれをそっくり電子で売りに出している本です。その内容についてですね、先ほどに続いてお話しさせていただきたいと思います。ただいまですね、駅前公園での早朝連行太極拳を終えたんですが、その仲間は 4,50 名いるんですが、2名様がですね、ああ高野さんって、忖度力、昨日の YouTube 見ましたよ、いい本ですねってこう言ってくださったんですよね。ありがたいですよ。私のですね、早朝連行太極拳の後ですね、このように、江戸川の土手とかに来てですね、バイリンガル YouTuber を発信するんですが、多い日はですね、5、600人見てくださるんですよ。4月一番多かったのは700人超えてるんですよね。平均数十人なんですが、昨日の YouTube 見ましたよっていう声はですね、嬉しいですね。ああ見てくださってるんだと。目標はですね、1000人ですね。1000人の方が毎日見てくれるようになったら素晴らしいのになと思って、頑張ってます。もうかれこれですね、毎日英語と日本語で発信して7年過ぎましたので、もうじき8年に入るでしょうね。毎日発信するというのが私の YouTube の特徴です。はい、それではですね、忖度力という本のですね、内容についてお話ししたいと思います。内容についてですね、忖度力という本はですね、調べてみるとないんですよ、この世に。忖度するという意味ですけれども、ないんですよ。忖度力のですね、真逆は鈍感力です。コミュニケーションに劣る鈍感力。はい、じゃあ私がですね、唱えます忖度力の定義を申し上げますが、この本のですね、はい、副題はこうなってます。相手の心情を汲み取って、愛および人間力に支えられたコミュニケーション力。長いんでもう一度申しますよ。相手の心情を汲み取って、愛および人間力に支えられたコミュニケーション力です。はい、これが忖度力なんですよ。忖度という言葉はですね、テレビが半沢直樹のああいうベストセラーになったテレビがですね、忖度するっていうのはおべっか使うとかですね、ろくでもない意味にしてしまったんですよね、マスコミが。調べてみるとですね、忖度は光源氏の平安時代からですね、ずっとこの日本では素晴らしい言葉なんですよ。忖度はね、相手の気持ちを汲んでですね、相手を傷つけないように説得していく、愛と人間力に支えられたコミュニケーション力なんですよ。
はい、逆はですね、鈍感力。今ですね、ネットを見れば分かるように鈍感首相としてですね、岸田さんが代表格になってます。まあ日本のですね、今有権者の 20% を切ってるんですよ。賛同する人がもうやめてくれやめてくれ、日本中が叫んでます。岸田首相やめろやめろ言って、 10% に近い支持率なんですよね。それでもやめない、へばりついてアメリカに呼ばれてですね、歓迎レセプションなんかでニコニコしながら喋ってるんですよ。あれって国民がですね、もう 20% の支持率もない総裁がですよ、アメリカに呼ばれて日本で頑張ってます、アメリカと一緒になってこれからバリバリやりますなんて言ってるってことは、よっぽど面の皮が厚いというかですね、鈍感力そのものなんですよ。多分ですね、これは私のゲスですけれども、私の推測ですけれども、日本にはですね、5、6万円の国民年金で食うや食わずの生活をしているご老人がですね、たくさんいるんですよ。大変な数です。何百万、何千万でしょうね。月に5、6万円の お金でですね、食うや食わずで生きている人の気持ちとかですね、生活の状態とか、多分あの首相は全く分かってないと思います。多分あの首相が辞めた後ですね、まあ、他の首相がやるでしょうが、歴史に残る鈍感首相だと思いますよ。かつてこういう鈍感の首相がいて、まあアメリカさんとアメリカの言うこと聞いて、国民には全然、もう国民をは日干しにしてですね、勝手に戦争を始めて、日本とは全然関係のないような国ウクライナにですね、2兆円とかとんでもない額面のですね、金をくれてやる国ですよ。こういう国になってしまったのは我々国民のせいでもあるんですよ。我々もうちょっと勉強してですね、民主主義の国なんですから、きちっと発言して、YouTube なんて誰だって使えるんですから、ただですから発信するのは、仲間とですねスクラム組んで、これはいかんよ自民党って言ったらいいんですよ。その私は少しでも助けをしたいから YouTuber としてですね、こういった国内国際政治のことも喋ることにしてます。はい、今日はこの辺りにしましょう。さようなら。